今週のおまけです。今週はヘムヘムさん、男性、30代、兵庫県、先生はお父様の参院転出がきっかけに偶然に議員の道を歩むことになったという話を聞いたことがあります。その通りです。会計士という仕事がとてもやりがいがあり、これ会計士じゃなくて税理士なんですけれどもね、それだけでも十分な給与が得られると思います。もともと自ら志していないにもかかわらず議員という大変困難な道に進むことを決心したのに、それにはどのような辺境の進化があったのでしょうか。またその仕事を教えて現在は何を原動力として活躍されていますか。ありがとうございます。まさにこのヘムムさんのご指摘のようにですね、まず偶然だったんですね。で、偶然出ることになってしまったということが、まあ、正解なんですけれども、しかしなったらなったでですね、まあ、真面目な性格ですからね、いろいろこう、その府議会の中で、議論をしたり、また自分で勉強したりしてくるとですね、問題が見えてくるようになったと。でそれは何かというと、京都府議会も国会も結局同じことでしてね、自分で自分の国を守るということから始まりですね、今のこの憲法の仕組みも含めてですね、全て戦後の占領時代に作られた枠の中で、それがですねポリティカルコレクトネス、政治的には正しいんだということで、それ以外のことは考えてもやっちゃいけないという、まあ、そういう暗黙のタブーを作ってしまってるんですね。でその結果がですね、さまざまなところで問題を起こしているということにやっぱり気が付くことになってしまうんですね。でそれをいくら言ってもですね、なかなかみんなそんなこと言っても、まず気が付かない人はいつまでたっても気が付かないし、気が付いたとしてもそんなこと言っても仕方ないんじゃないかと言って諦める人も大半です。しかし私はどういうわけか、そのことに気が付いてで訴えていくとですね、ますます、誰もやらないんだったら自分がやるしかないんじゃないかという方向に行ってしまったわけですね。でそれをもっと言うとですね、これはまさに、この偶然なったということと裏表の関係なんですけれども、偶然なったんだけれども逆に考えればですよ、自分の意思じゃないんだけれどもここに置かれたという意味ですね。じゃあ誰が置いたのかと。でこれは神が置いたのかどうか分かりませんけれども、自分がここに来るのは必然だったんだというふうに考えてくると、じゃあ私が一体何のためにここにいるのかと、自分がやるべき使命は何なのかと、生きるべき方向性はどうなのかということを自己に対して問いかけをしなければならなくなるんですね。でそう考えた時に今言ったようにですね、さまざまな社会の問題点誰も言っていないと、ね、それなら私が言う以外ないじゃないかと。そしてまたそれが評価されようが評価されまいがですね、私一人が、ずっとやり続けてるわけですよね。それはそのこと自体評価されればもちろんいいんだけど、評価されなくてもですね、自分がここにいる理由レゾンデートルになるわけですよね。まあ、そういうことの繰り返しで、まあ、こんな人間になってしまったということであります。ですから皆さん方もですね、自分は何のなぜここに生まれたのか、なぜここにいるのかと、なんでこの仕事をしているのかと、よくよく考えてみると、おそらくですね、その裏にあるのは自分が選んだということもあるかもしれないけれども、選ばないでこういうところに連れてこられているということもたくさんあるわけですよね。でそれに矛盾を感じたり憤りを感じたりするんじゃなくてですね、むしろそれを裏返しで積極的に考えていくと、自分がここにいるこの多くの阿弥陀仏から自分がここに選ばれた、ね、逆に言うとそれに選ばれたわけですよ、いろんな世間の中から。でそういうふうに考えてくると、主体的に生きるということができるようになるのではないかと思うわけであります。ということで、今日は一問、おまけはヘムヘムさんの質問に答えさせていただきました。ありがとうございました。